やっとここまで来た。出力準備編です。もう小賢しい編集は、と払って、急所だけ取り上げていきます。3D プリンターに出力するだけなら分ける必要はありませんが、色を塗るとなると話が違います。塗りやすくするために分割する。必要が出てくるため、その作業を行っていきます。パーツを多すぎず、でも大きすぎないように分割していきます。画面で行っている作業は、穴埋めとパーツの結合です。薄いパーツは、出力した際に割れてしまうことがあるため、中を埋めて、ソリッドの状態にする必要があります。ズブラッスは、穴が完全に塞がっている場合は、中が勝手に詰まるので、その特性を生かして、洋服系のパーツの中を詰めます。今回は、銅とパーカーを開けました。実際の接着には、接着剤の結合力を信じてダボなしでいきます。ダボは、次の足のパーツ分けにて説明します。パーカーの分割これにて完了。どんどん進めていきます。次は、足パーツの結合と分割です。先に、パーカーと同じように、ドロワーズの穴埋めをして、ソリッドにします。説明し損ねましたが、この作業には、単純に、ムーブブラシで形を変えて、最後にダイナメッシュを適用していっています。足のパーツは、ダボをつけて、接着面を増やすようにします。ダボとは、パーツ同士をくっつける際の凹凸のことです。これがないと接着剤でくっつかず、パーツが取れてしまいます。ダボ付けの前に、パーツをマスクを使って分割します。分割箇所は、切れ目が目立たない洋服の裏などにします。片方の分割が終わったら、同様に、もう片方の分割もします。分割した後は、ダボの準備です。いろいろな形がありますが、私は、シンプルに台形にしています。立方体のモデルを引っ張るだけで簡単に作れますし、出力した際に噛み合わないというトラブルも避けられます。できたダボをパーツに配置します。配置した後は、結合してダイナメッシュを適用します。もう片方も同様です。ダボは凹凸でセットなので、凹んでいる方をブーリアン演算で作ります。ダボをつけたパーツを複製して少し大きくして、そのパーツで行います。複製しないと、パーツもろともすべて消えるため注意です。今回は、一回り大きくしてブーリアン演算を行いました。少しモデルが崩れたので調整して、再びブーリアン演算を行っていますね。演算した後に演算された側のモデルの調子を見るのは大切です。ドロワーズの演算が終わったので、銅、お尻と結合してダボ付け完了です。ダボ付けは、慣れの部分が強いので、トライ&エラーが重要です。何度か、単純なパーツで繰り返してコツをつかみましょう。何事も実践あるのみです。銅パーツを概ね完成。次は頭パーツに行きます。マサナオ最難関です。今回は髪の毛と帽子を結合して顔と分けました。そのまま髪の毛で現存するとデコボコしてしまいます。このまま出力すると9割方うまく噛み合いません。そのため画面のようにスパッと切って平坦にします。耳の部分も調整して極力パーツ同士の干渉がないようにします。何度かアンドゥーで戻したりしてパーツのブーリアン現存を試します。いい感じに分割できました。後ろ髪と顔は結合して頭の上下で分けました。次は平坦にした頭と接着する面を頭の上パーツに作ります。シンプルに玉のパーツを配置して結合、ブーリアン演算を行います。はみ出してなければ OK くらいの気持ちで大雑把に作業をします。変形、配置ができたら頭の上パーツを結合して作業を進めていきます。綺麗に平面の箇所を作ることができました。あとはダボ付けをしていきます。パーツが大きいのでダボも大きめにしました。足の時はパーツ全体で凹みをブーリアン演算で作りましたが、今回のようにパーツ同士で演算済みであればダボのみで、大きさを変えて演算をした方が調整が楽なのでおすすめです。次は頭パーツと胴パーツの接合箇所を作成しています。特にこれまでと変わらず、ダボを配置して少し大きくしたダボで、演算して、凹みを作成して作業完了です。もう少しダボを長くして安定させた方が良かったかもしれません。もう残すところ、サメのぬいぐるみのだけです。カットしてしまいましたが、足パーツと靴などは結合しました。パーツは、合計で、足2つ、胴、パーカー、頭2つ、サメくん。
7つになりましたね。サメくんも同様にダボ付けをします。方法は変わらないので省略します。同パーツにサメくんとのダボをつけました。ダボ付けがすべて完了したのでポリゴン数の削減を行います。このままのポリゴン数だと他のソフトではまともに扱えません。 Z プラグインデシメーションマスターからプリプロセスします。その後デシメート沿ってポリゴン数を200万から大きく減らします。最後に実際に出力した際の大きさにパーツを拡色します。 Z プラグインのスケールマスターから G スケールセットした後にスライダーを変えて大きさを決めます。最後に Z プラグイン 3D プリンターハブから出力します。次の動画は実写メインです。今回以上にテンポよくいきます。ご視聴ありがとうございました。